い、どうも。ですね、レースが開催される勝つ勝つ勝つはい、どうも。ポルトガルはビゼウに到着しました。この町からだいたいですね、100キロほど先のところからレースがスタートします。どうですか、調子は？調子は走ってみないと分かんないですよ。はい、いいと思います。全然コメントになってない。はい、どうも。ということで、ポルトガルのビゼウに来ました。はい。いやー、どうですか、竹内さん。いやー、そうですね。初めてのポルトガルですけど。いやー、すごく、街が綺麗で、あと、人も結構親切で、あと、ご飯が美味しいです。ご飯ですか、スイーツとか。あさって、そのポルトガル MTV ってね、レースが始まりますと。どうですか、はい、毎日、だいたい平均して70キロぐらい走るんですけど。日々長距離っていうのと、ペアレースということで、はい、まあ、僕初めてなんですよね、はい、まあ、松本選手は走ってるんですけど、はい、結構未知数な部分が多いんですけど、しっかり協力して、うん、ポイント一つでも多く取れるように取りに行きたいと思います。頑張ります。もう行くしかない、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 ここでなんですが、今回遠征を一緒にした、メンバーを紹介します。上野蓮と、黒瀬文也です。僕と竹内と、この2人の4人で、今回の遠征をしました。少ししか撮れてないんですけど、後半の動画をどうぞ。今日からいよいよ本当にレースがスタートするんで、頑張りたいと思います。今日はノートラブルで行きたいね。はい。じゃあ頑張っていきます。行きます。のレースが無事に終わりました。終わりました。長かったですね。終わりました。350キロ走って、1万メートル近く登ったと。まあその後に出た、ポルトガルカップはちょっと2人とも残念な結果になってしまいましたけど、まあ無事にこう大会の目的も、ね、達成して、ね、いい遠征になったんじゃないかなと。まあ3週間長い、まあ、遠征でしたけど、また来年もそうですね。これからいいなと。そうですね。はい。じゃあまた。じゃあまた。ありがとうございます。